本日のお題はこちら。注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が扱っていくわね。なあ霊夢、韓国がブランド品ってどういう意味だ？なんか普段にも増して意味不明なんだが。まあ、そのあたりのことは本編を見てほしいのだけど、平たく言うと、ブランド品の価値はユーザーが決める、ということよ。どうしたのマリサ？なあ霊夢、最近暖かくなってきたよな。それがどうかしたの？そろそろカリコテリウムのカリちゃんを近所の河原で放牧させようと考えていてな。そういうわけなので今回は一人で頼む。いろんな意味でパニックが起きるからやめなさい。そんなわけで本編へ行くわよ。それで今回は何からやるんだ？そうね、まずはこちらから見てほしいわ。記事では、日本の平均賃金がここ30年ほどでほとんど増えていないとしていて、その間に韓国は平均賃金が 1.9 倍とほぼ2倍に上昇、韓国に抜かれてしまったと書かれているわね。これは本当なのか？一応事実よ。ただし、それが韓国経済の実態を表しているかといえば、ちょっとそこが違うのだけど、まあそれは後でね。なんかいろいろと裏がありそうだな。そして次の毎日新聞の記事でも、お隣の韓国、約462万円、にも抜かれた。なぜ、日本では賃金が上がらないのか、と書かれていて。日本全体で賃金が低い状態が固定化されてしまったので、人材確保のために賃上げしようという動きが起きませんでした。企業は安い賃金で人を雇い続けられる状態となり、業績が回復しても利益を従業員に還元せず海外への投資に回し、日本では賃金が低いままになるという悪循環が生まれたのだと思います、と書かれているわ。というか、日本の賃金が上昇していなくて、その構造上の問題が事実なら、なんでそれが問題なんだ？まあ、韓国の数字は信用できないにしてもさ。ここで一つ注意しないといけないのは、日本経済の構造上の問題は事実だし、韓国の平均賃金の事例もまあ購買力平均ではあるけど一応事実ではあるのよ。じゃあ何が問題なんだ？それはね、実は韓国の発表している平均賃金って、韓国経済の実態を正確に表していない上に、近年政府の意向で無理に引き上げられているのよ。え、どういうことだ？次にこの記事を見てほしいのだけど。記事によると、韓国の平均月収は320万ウォン、約30よろず8500円、だけど、4人に1人は150万ウォン、15万円、以下で。さらに、中小企業の月給は大企業の半分程度、で、月平均所得が150万から250万ウォンが 27.9% でさえも多い、と書かれていて、さらに中央値は24万円くらいなのよ。しかも大企業と中小企業の賃金格差が2倍くらいあるそうなのね。ちょっと待て、これって平均、とは言っても、実態は平均値に近い給料をもらっている人はほとんどいなくて、賃金格差がものすごいってことじゃないのか？そういうこと。しかもね、次の記事によると、2021年12月の韓国連合ニュースの記事なのだけど、韓国で15歳から29歳までのニートが158万5000人で、この年齢層の約2割がニートなのだそうなのよ。余談になるけど、日本のニート率は約 3% だそうだから、韓国がどんな状況なのかがよくわかるわね。そして次の記事を読むと、記事によると、ムン政権による所得主導成長とコロナ禍が原因で、貧困層と生活保護受給者がムン政権発足前と発足後だと55万人も増えているそうで、貧困層の急増は、最低賃金の急激な引き上げで臨時日雇い、自営業の雇用などが急減したのが最も大きな影響を及ぼした、と書かれているわ。なんで最低賃金が上昇すると貧困層が増えるんだ？給料が上がるわけだろ？給料が上がるってことは、経営者側から見ると人件費が上がる、ってことなんだけど、
別に業績が上がっていないのに人件費が増えたから、企業側としては雇用の間口を狭めて人件費の上昇を抑えたのよ。しかも、これが中小企業や自営業になるとさらに大変で、中小や自営業者は耐えきれなくなって社員やアルバイトを雇用しなくなったり、週30時間以下の短時間バイトしか募集しなくなったのよ。え、ちょっと待て。なんでそんな状態で平均賃金が上昇しているんだ？正確なところはわからないけど、平均賃金を調査した韓国経済研究院の統計では労働者の総数が1500万人程度なのに対して、公益財団法人、国際労働財団のホームページによると、韓国の労働人口の総数が2774万人だそうだから、失業者やニートはもちろん、アルバイト、契約社員、自営業者などがそもそも統計に入っていないんじゃないかと言われているわね。ちょっと待て、そうするとかなり根本的な問題として、日本の統計とは数字の取り方が違うってことだから、朝日や毎日の記事にあるような単純比較は不可能じゃないか？そうなのよ。明らかに統計の基準値そのものが揃っていないのね。あと疑問なのがさ、なんでムン政権はこんな無茶苦茶なことをしたんだ？こうなることはやる前からわかりそうなものだが。それなのだけど、次の記事を見てもらうとわかるわ。どうも文政権が所得主導成長として行った最低賃金引き上げ政策は韓国現与党の共に民主党の支持母体である労組団体のためのもので、低所得者と青年層はその犠牲者であると書かれているわね。なんで最低賃金を上昇させると労組に利益なんだ？新規に労組に加入する人が増えるとかか？最低賃金の上昇ってね、実のところ最低賃金だけが上昇するわけじゃなくて、それ以外も上昇させないといけなくなるのよ。例えば現場3年目と新入社員が同じ給料じゃ不満が出るわけでしょ？ああそうか、それが連鎖して上の方まで給料が上がるから、労組としては都合がいいってわけか。要するにこれ、既存の組合員の給料を引き上げて、そのとばっちりを若者と貧困層が被ったというのが、韓国の平均賃金が日本を超えた、の真相なのよ。なるほどな。なんというかかなりひどい話だが、ここでやっと本題かよ。でね、ここで考えてほしいのが、韓国人のことを本気で考えて友好を訴えている人が、今回最初に紹介したみたいに韓国の平均賃金が日本を超えた、なんて言えるかしら？ああ、そういやそうだ。あれって韓国の与党が支持母体の労組への利益誘導のためにやったことで、むしろ若者とか貧困層がそのとばっちりを受けている上に、貧富の差が拡大しているわけだから、とてもじゃないけどこんなこと言えないぜ。というより、日本の賃金問題を扱うのに韓国を引き合いに出す意味がないな。でも最初の記事みたいに、韓国の平均賃金が日本を超えた、だから日本はダメなんだ、と言っている人たちが少なからずいるわよね。そういやそうだ。少なくとも、そういう人は韓国人が苦しんでも何とも思っていないように見えるな。これね、彼らが主張したいのは、韓国の平均賃金が日本を超えた、の部分ではなくて、だから日本はダメなんだ、の部分なのよ。どういうことだ？一種のマウントよ。自分は日本のダメな部分を指摘できるのだ、一般人とは違うのだ、とか。韓国を認められるリベラルで寛容な自分、とか、そういうアピールをすることで、自分を飾り立てる道具として、韓国を出しにしている、だけなの。例えば、ブランドの時計とか靴とかバッグとか、そういうのを購入して着用するのって、自身の価値を高めるためよね。そういう行為を否定したりはしないけど、それで他人にマウントを取ってくる人っているでしょ？ああ。たまにいるな。なるべくなら関わり合いになりたくないタイプの人たち。そういうブランド品でマウントを取ってくる人、と同じ心理状態を考えてもらえばいいわ。だから実態がどうかなんて関係ないし、実際の韓国人がそれで不幸になっていてもどうでもいいのよ。重要なのは、だから日本人はダメなんだ、と上から目線で言いたいだけだから。うわぁ？そしてね、こういう人たちには2タイプあって、仮にタイプ A とタイプ B としておくけど。タイプ A は韓国に対する知識がほとんどなくて、ただメディアとかから流れてくる情報を聞きかじって、それでマウントを取るタイプ。この人たちは本質的に韓国のことを知ろうとする意思自体がないわね。もう一つのタイプ B は、韓国に対する知識を有しているタイプで、
者や大学教授とかでよく見られるわね。例えばこちらの事例、東大教授が NHK で日韓問題について解説をしている2018年の記事なのだけど、この中で1998年の日韓共同宣言、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップについて触れていて、この時期双方でこの宣言が注目され出していることもあり、この宣言に立ち返り関係改善をしていけると書かれているわね。この日韓パートナーシップ宣言については、最近も日韓双方で関係改善の糸口として注目している人がいるけど、それも含めそういう人たちが明らかに意図して無視している部分があるのよ。それはなんだ？1998年の日韓パートナーシップ宣言はね、徴用工問題は1965年の日韓請求権協定で解決済み、慰安婦問題はアジア助成基金で解決済み、という前提で、過去問題は終わったのだから、これからは21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップを目指していこうという宣言なのよ。これの何が重要かというと、まず以前も何度か触れているけど、アジア助成基金は低体強、原生義記憶連帯と韓国政府が活動を妨害しまくって、宣言の翌年の1999年に活動停止になっているわ。こちらの記事にあるように、アジア助成基金に関して低体強等は日本政府の法的責任を前提としたものではないとし反対した。韓国政府も慰安婦被害者に対し、アジア助成基金の代わりに各4300万ウォン支援することでユン氏に同調した、と書かれていて。さらに、アジア助成基金からのお金を受け取った被害者が7人いたが、7人はまるで裏切り者の烙印を押されたように大きな苦しみを味わった、と書かれているのよ。本来は慰安婦問題が解決していたからこそのパートナーシップ宣言であったのに、韓国政府自身がその前提自体を壊してしまったわけだよな。そして請求権協定に関しては、この記事の2018年10月3日時点ではまだ保護にはなっていなかったけど、この段階で協定の破綻がほぼ確定していたし、10月30日の韓国大法院判決で実際に破綻したわ。ああそうか。歴史問題は解決済み、という前提で行われた宣言だったのに、韓国側が一方的に約束を保護にしてしまった状態で、この宣言が関係改善の糸口みたいに言っている人がいるってことか。そういうこと。そしてこの教授って、専門が朝鮮半島の政治、国際関係となっていて、著書も多数あるわけだけど、そんな人がこの致命的問題を知らないわけがないでしょ？そういやそうだ、この人は全部知っていて、それであたかも日韓パートナーシップ宣言が解決の糸口になる、みたいなことを言っているわけか。そう、明らかに問題点を知りながら、その問題点を無視し、それこそが解決策になるかのように主張する動機って何？韓国を受け入れられる寛容な自分、のアピールか。それと、記事では、韓国は元来反日の国なので、日本が何をしたところで反日は変わらない、という諦めにも似た声をしばしば耳にするようになりました。しかし、それは、日本に対する韓国の多様な見方の一部だけを過大に評価しているように思います、とか言っているから、自分は普通の日本人とは違うんだ、というマウントのアピールもあるわね。もし、本当に日韓関係の改善を望んでいて、日韓パートナーシップ宣言について触れるなら、アジア助成基金と日韓請求権協定に触れないのに、韓流云々には触れるってありえないのよ。実態が分かればそれが問題の解決にはならないってはっきり分かるしな。それでね、実際のところこのタイプ A と B ってほとんど違いがないのよ。そうなのか？知識の有無は関係ないってことか？そうなの。なぜかというと、タイプ A の人に問題点を教えても、それで考えが変わったり相手の話を考慮するわけではなくて、タイプ B に移行するだけなのよ。ああ、そういうことか。単にタイプ B の前段階がタイプ A ってだけってことか。で、こういう韓国を見習え、云々でマウントを取る人たちにとって、韓国はブランド品である以上、ブランド価値の低下があってはならないのね。まあ、ブランド価値が下がるとマウント取れないしな。なので、彼らはマウント取りに不都合な情報を伝えられると、ブランド価値を傷つけられた、と認識して、なんとかしてブランド価値の低下を止めようとする言動をするだけなのよ。
だから問題を知っても知らなくても反応が変わらない上に、ブランド価値を下げるような主張にはやたら攻撃的になったり、何が何でも無視したりするってわけか。そういうこと。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は長くなりすぎたのでおまけはないよ。また来週。